診察してる時っておとなしかったんですか？うん、割となんかぐ、まあ、疲れてて、お姉ちゃん、ちょっといつもとは感じが違う。感じが違う。おーねー、日本に水だけだから、水だけだから全然入ってない。で、昨日なんか一日中布団の中に潜り込んでて、はい、気がつけば、もうずっと見てるわけじゃないんですけど、気がついたらいつも布団の中。だ、結局さ、吐いてさ、はい、で点滴打ってもらったか、はい、お水をその200ぐらい飲んだ、はい、うん、飲んで、口から入ったのはその吐いた後はそれだけ、それだけ。その後は飲まないの？今日の朝から飲んでない。水ですか？ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ。あの、入った後やっぱり脱水してるだろうなと思って、あのペットボトルじゃなくても床にも器を置いて飲めって言って、はいはい、でも最初は全然飲まなくて、口に持ってても飲まなくて、もう10分15分ほっといたらさすがに喉が渇いたみたいで、そっから一気に3倍ぐらい飲んでた。ちょっとあとうんちしたんですか？しました。今日入った時もうんちしたし、うんちの形は、見た感じは普通、普通に、はい、あの柔らかくもなく硬すぎず。で、なんかレントゲン見た時に、ええ、やっぱまだうんち結構お腹に溜まってるねって言って、ええ、はいう感じの画像でしたけど、泣いて、それじゃあね、ちょっともうちょっと身体検査出して、お腹触らしてね。ああ、お腹痛い。でしょ。お腹痛いね。お腹痛い。可愛いもないのにね。臭くないですね。ごめん、お腹痛かったのに、押したもんね、今。見て。分かってて。したな、みたいな。ちょっと、あの、少し検査して、はい、それからちょっと、ちょっとご飯をあげたいんですけど、はいはい、ちょっと扱ってもいいですか？あ、わかりました。で、夕方、夕方来ます。うん、6時からなんか忙しそうだったので、5時台でもいいですか？いいですよ。はいはい。じゃあ5時台に来てください。はい。でも点滴さ、この子、どうしようかな。ここでね、昨日打ってたんですけどね。いや、なんとなくさ、まだ残ってる、うん。残ってます。残ってるんだよね、ここ。だから点滴はちょっとやらない。うん、あ、静脈点滴は多分この様子だとできない。うん。ね、ここに、ね、ここで皮下点滴すると多分吸収不全を起こしちゃうからさ、だから点滴は多分まだこれ残っ、こうタプとしてるでしょ。うん、そうです、そうです、ね、なんか ね、だから吐き止めの処置はもちろんやりますけどね。で、ご飯をちょっと落ち着いたら与えてみます、ね、はい、多分お腹ペコペコで、うん、食べてくれるといいよね。ただ少量ね。はい、そうですね、うん、今日は、うん、今日は少量で回数を多くした方がいいと思うから、うん、はい、じゃあちょっと順番にやっていきますね。はい、すいません、お願いします、はい、じゃあ夕方来ます。はい、あとは良かったのものでしょうか、私は。はい、はい、OK ですね。はい、昨日すいませんでしたね。あ、ね、いや、とんでもないです。そういえばね、はい、こっちに電話してもらった方がいい。先生の名刺をこういう時慌ててるんですね。どこにしまったかと思って。これもう一回。はい、わかりました。こっちの番号です。わかりました。で、慌ててネットを見てしまったわけですよ。何をしてんだか。これ登録しとこ。留守番電話を消しちゃったからさ、番号がわからなくて、自宅に電話しても出ないし、これどっか行ってるなと思って。でもここも割と近くて、今は便利ですね。ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっとご飯どうしようかな、頼みといてもいいですか？これを一応全部にしとくのもいいので、ハートちゃん、大きいサイズで、キロがわからないので、同じセットで、首は取ったんですよ。
はい、わかりました。ありがとう。もう一人サポートお願いします。これも買っていいかい？これだから今日確認してる。Thank you.